皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今月のポッドキャストでは2022年8月1日に発売された私の最新作、解剖学バレーレッスンをピックアップしてお送りしております。エピソード420ではベースとなる13歳の愛ちゃんとクララの話、この本を書いた理由となるところ、先週のポッドキャスト421では初めにの部分と本の制作の裏話をお送りしました。今日は本の終わりの方になりますが、トーシューズの正しい立ち方という特集をまとめたセクションからお送りしたいと思っています。先週のポッドキャストで立ち方にこだわりがあるから入れてもらったっていう裏話があったでしょ。連載が終わって1年くらいした時かな、その後にパンデミック中にトーシューズの特集を組む予定があってお願いしたいというご連絡をいただきました。それがトーシューズの正しい立ち方、そしてスタートの文章がトーシューズで優雅に踊るための第一歩は正しく立つこととなっております。1年一緒にお仕事をした編集の方だからこそ OK を出してくれた文章だと思いません？立ち方マニアの匂いがプンプンしますよね。ちなみに立ち方にこだわりという意味がよくわからないという人は、私が2017年に最初に出した本はバレエの立ち方できてますかという名前で、 DLS のたくさんあるセミナーの中で唯一認定となっているものは DLS 公認スタンスインストラクター、インストラクターコースの試験内容は正しく立てているかを確認し、クライアントに適切なエクササイズを提供すること。ここまでダンサーの立ち方にこだわっている人はそこそこ見ないと思います。あ、そうは言っても最近立ち方でワークショップをされている方がいらっしゃるか、それと DLS コースや本とかは全く関係ございませんので、ただの立ち方のお名前だと思ってください。ワークショップと DLS コースや本は全く関係ございません。 DLS のものには DLS とついております。立ち方へのこだわりをご理解いただきましたら、本の124と125ページにあるセクションをポッドキャストリスナーさんのために音読してみますね。ではどうぞ。質問、トーシューズは何歳から履き始めるのがいいのでしょうか？答え、人間の足には約28個の小さな骨が集まってできており、つま先で全身を支えるトーシューズを履くにはそれらが固まっている必要があります。一般的に12歳頃になると骨はある程度固まりますから、それ以降に履き始めるのがベスト。プロを育てる海外のバレエ学校でも11、12歳からのところが多く、普段の基礎レッスンとは別にトーシューズだけのポアントクラスで練習を行います。早く履き始めたからといって早く上達するわけではなく、むしろまだ骨が固まってないうちに履き始めると骨が変形してしまったり足の成長を止めてしまったりする可能性があるので注意しましょう。質問、どれくらいでトーシューズで立てるようになりますか？答え、もともと人間の足は足裏を床につけた状態で立つように作られており、足先で立つようにはデザインされていません。トーシューズで立つ時のように足先で体重を支えるには、足先で立つためのトーシューズ特有のポアントを学び、何度も練習を重ねることが必要です。ついトーシューズの硬さに頼って立とうとしてしまいがちですが、それではしっかり立てていませんし怪我をしてしまいます。日々のレッスンで訓練を積み、時間をかけてトーシューズで立つ技術を身につけてください。いかがでしたか？ DLS のセミナー参加者の人とお話ししていた時に、新しく会った人とバレエを習っていた子供の時の話で盛り上がり、彼女が、私は中学生でバレエをやめたけど、小学2年生からポアントを履いてたんだよね、というようなことを言っていたと教えてもらいました。早くからポアントを履くことは才能がある証拠、とでも言うように、だそうです。実際早くからトーシューズで立ち始めるとすごいねとなりますし、ちびっこがお家でつま先立ちなんてしてると、まあ将来はバレリーナねなんて言われることがあるでしょう。早くから一輪車に乗れたらすごいね、将来はサーカスだねとならないんだけど、バレエをあまりよく知らない人たちから見るとトーシューズイコールバレリーナという方程式があるんでしょうね。そしてそれは間違いではありません。アラベスクのようなポジションは新体操でも体操でもフィギュアでも出てきます。でもトーシューズはクラシックバレエでしか出てきません。だから代名詞になる理由がわかります。ただ素人の感覚がバレエを指導しているプロ、つまりバレエの先生たちってことね、と同じだったら、
何かおかしくありません？本当にプロとしてバレエを教えられるだけのバレエへの理解があるのかと思っちゃいますよね。13歳の愛ちゃんエピソードでお話ししたように、トーシューズで踊るためにはちゃんと立てよという内容の特集が雑誌の他の特集と並ぶこと、土俵に上がれたのも皆さんの応援のおかげです。連載がうまくいってなかったら、トーシューズ特集のお話も単行本の話も来ていなかったですから。最近は特に DLS フォロワーさんと一緒にバレエ界に立ち向かっている感じがしています。本当にどうもありがとうございます。まだの方はぜひ Amazon でレビューを書いてくださいませ。レビューの数や星の数は私のお給料には影響しません。ですが、こういう情報を知ったことがない人、ちょっと興味はあるけどなぁと思っているような人たちが、お？買ってみようかなと思ってもらえるきっかけになると思う。そうすると誰かの健康なダンス生活のきっかけに、私と皆さんと一緒になれたということになりますよね。来週も本の中にある Q&A セクションを抜粋し、ポッドキャストだけでお話しする裏話とともにお送りしていきたいと思っておりますので、そちらもお楽しみにしていてください。今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。ハッピーダンシング佐藤愛でした。